はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、と、このビデオは第2週の2本目のビデオですね。第2週は学習管理システムと教授法です。えー、で、今日は第2本目のビデオなので、Google Classroom を学習者として利用するということについてお話ししたいと思います。あ、今日はですね、ポインターをちょっと赤く出しますね。こんな感じで見えやすくなったでしょうか。はい。あ、ちなみに今のやり方は、ここのポインターというものです。これを触ると、こうやって Google え、スライドの、えっと、マウスで動かすポインターを赤く動かすことができますね。はい。はい。で、Google Classroom を学習者として利用するとき、さ、まず、最初に、教師の作った Google Classroom にログインする必要があります。そして、課題を提出するんですね。この二つが、え、主に日常的に使う学習者の使い方です。 では最初は Google Classroom にアクセスしてください。えー、このスライド、えっ、ー、とグー、えー、classroom.google.com ですね。はい。で、えー、これをですね、右クリックして、はい、あの、オープン、ニュータブとかそういうふうにすればいいですね。はい。で、えっ、ー、と、開くと、まあ、私の場合はこういうふうに、えー、もう3つの Google Classroom が今も動いてるんですね。その他にもアーカイブした古いものがありますが、そ,それはここには表示されません。 皆さんが初めて表示、あの、この Google クラスルームを開くときは、ここには何も表示されないと思います。はい。で、えー、じゃあどうやって、えーと、僕の入ったこの未来の日本語教育、僕の作ったですね、この未来の日本語教育組の、えー、あの、中に入れるかっていうとですね、ここにプラスっていうのがありますね。プラス。で、このプラスを押して、その次の Join クラス。えー、これを押します。そうするとですね、えー、こういうふうに、あの、 ま、ここは今もちろん皆さんは皆さんの名前が出てくると思いますが、このクラスコードを入れてくださいというのが出てきます。はい。ただ、このクラスコードはですね、これ YouTube で、あの、えー、ちょっと公開すると、まあ、いまいち変なことがあるかもしれないので、えっ、ー、と、ズームでね、あ、ズームじゃなかった。すいません。皆さんの場合、Google Meet でしたね。はい。Google Meet でお見せします。えー、なので、その時に、この、えー、えっ、ー、と、ここにクラスコードを入れてください。 えっと、水曜日に私が紹介する、この、えー、クラスコードをここに入れてくださいね。はい。はい。えっ、ー、と、課題の提出方法っていうのは、クラスワークっていうタブを開いて、ターンインかマークアズダンのどちらかを押します。ターンインっていうのは提出物があるときですね。テストとかレポートとかそういうときです。で、えっ、ー、と、マークアズダンっていうのは提出物がないときです。 例えば、ビデオを見てくださいとか、私が言ったとしても、その時に何も提出物がありませんよね。その時は、この mark as done これを押してください。このクラスワークっていうのはここですね。はい。えと、ー、そうです。で、あの、まずクラスル、クラスクラスワークを押すと、ここに、あのまだ、えーと、私何もアサインメント出してませんから何もありませんけど、えー、私が何かアサインメントを出すと、ここに表示されます。 で、それを、あの、えー、そのアサインメントをしてから、えー、と、turn in か、えー、マー mark as done をするわけですね。はい、えー。実際の使い方はですね、あの、この、こ、このビデオを見ると、えー、よくわかると思います。心配、心配な人は、この2つのビデオを見ておいてください。どちらも1分41秒とか2分57秒というとても短いビデオですから、あまり時間はかからないと思います。はい。 えー、このスライドのリンクは、えー、ビットリースラッシュ TTCB22 ですね。あの、Google Classroom への、えー、リンクとか、それから YouTube へのリンクも、あの、ここに、えー、このスライドから貼ってありますから、ぜひ、えー、このスライドを見て、皆さんも、えー、ビデオを見たりしていただければと思います。はい、えー、私からは以上ですね。あ、最後に一つ、お、待ち合いた。ごめんなさい。これじゃなくて、えっ、ー、とね。 はい、このビデオに知らない言葉があったらまたね、暗記とかクイズレットとかメモライズ、ここに入れておいてください。はい、私の方からは以上です。それでは失礼します。